はい、えー、映画、えー、ザ・スーパーマリオ・ブラザーズの、えー、ネタバレをいたします。えーまあ、この映画ですね、えーまあ、批評家とか映画好きとかですね、映画に詳しい自称の方、ユーチューバーの方とかがですね、まあ、やたら、えー、ストーリーはないと。まあ、ストーリーはないけど面白いですよと、と、えー、マリオなんでみたいな話なんですよね。 そして、マリオ好きですね、ゲーマーの方とかはですね、そもそもマリオにはね、ストーリーがないから、これでマリオの映画としては大正解とかですね、これは映画とゲームのミックスしたもので新しいメディアだみたいな、ウルトラ用語みたいなのが多いんですが、前提としてはどちらともストーリーがね、ない。 いう,ふうに、えー、それが前提で話が、ね、進んでるんですが私はそれはちょっとだいぶ違うなぁと思いますね。でまあだからストーリーがないっつってマリオ擁護派の方もですね 後ろからまあこの映画をね、えー、刺しに来てるということなんで、まあちょっとそこをね、ストーリーがいやいやありますよっていうね <laughs>、全然マリオ洋画派ではないんですが、この映画がちょっと不憫すぎるなと思ってね、えー、まあストーリーありますよっていうね、お話をして、実はえ最近ですね、ソニーからですね、グランツーリスモの映画の予告編が解禁されまして、これ見るとですね、 これ、マリオとそっくりじゃんっていうね、映画のスーパーマリオとそっくりじゃんっていうお話なんですよ。もうね、構図まで一緒なんですね。そしてですね、えー、まあ、我らが日本が誇る巨匠のですね、えー、山崎隆大先生が作った、えー、ドラゴンクエスト、Your Story。ここにストーリーが入ってるんですが、えー、これ3つがね、実はね、同じだったんじゃないかと。 そしてやっぱり一番成功してるのはこの「スーパーマリオで」で、えー、やらかしたのがこの山崎隆さんのですね「ドラクエ」なんですね。で、えー、まあプレステの方は、うん、盆作になる可能性が高いなと思うんですが <laughs> まあねプレステのその「ウランツーリスモは」はまあ、えー、想像した通りの普通の映画になりそうな感じがすごいするんですが えー、その前者2つと比べるとマリオっていうのはすごいよくできている、えー、映画だなとただし、えー、映画の出来は良くないんで、まあ、そこら辺のお話がねストーリーがあるっていう話をして、えー、そのお話までいければいいかなと思っていますでまずですね、えー、この スーパーマリオの、えー、映画の前にですね、ニンテンドの、えー、It's You Mario っていう CM が、えー、流れるわけなんですね、えー。これは概要欄、コメント欄に貼っておきたいと思うんですが、 これがですね、実はなんかこの映画のスーパーマリオのパッケージに入ってるんじゃないかっていう噂がありまして、つまり映画の一部っていうことになるらしいんですよね。まあそうするとですね、もう完全に風に落ちる、腹落ちするわけなんですよね。えー、この映画のテーマは、 えー、あなたがマリオなんだよっていうテーマで始まりますよっていうのをもうオープニングで言ってくれちゃってるわけなんですよね。まあそれはえー、まあえー、映画が始まるとみんな忘れちゃうんですが、えー、その配管行だったりねブルックリンに住んでたり、えーまあ、イタリア移民ですよねだったり、えー ルイージみたいな弟がいたり、えー、そして、えー、まあ、土壌を踏んでね、独立したりと、えー、まあ、ちょっと自分とは違うんじゃないかなってね、えー、ちょっと感情移入ができにくい要素がいっぱいあるとは思うんですが、まあ、よく見るとですね、マリオっていうのは、えーまあ、ゲーマーなんですよね。ゲームの中で、 なんと、えー、NES っていうね、えー、と、アメリカ版というか、まあ、世界版の方ですかね。日本のファミコンが、えー、おかしいんですが、<laughs> 日本のファミコンではないんですけど、えー、アメリカ版ですかね。えー、その、海外版のファミコンを、まあえー、マリオがやっていて、マリオは、その、テレビゲーマーっていうね、設定で、えー、その、最初のピザ屋さんとかでもゲームがいっぱい出て 来るんですよ、ねえー、まあ結構ちゃんと見れば「あ,あマリオ」っていうのは、えー、あの頃マリオをね、えー、プレイしていた私たちのことなんだなっていう風にわかると思うんですよね。そしてこの「ブルックリンパート」っていうのはかなり嫌なね お話なわけですね。マリオがヘマをして、で、家族に、えー、いつまでもね、えー、チャラチャラしてないで、えー、会社辞めて独立なんかしておか、気がおかしいんじゃないのっていうね、えー、感じで、まあ、攻められるわけなんですね。これが、えー、えー、ここまでの話が、えー、その、プレステの今度のグランツーリスモの映画と予告編と全く同じパターンなんですよね。そして、マリオが、 え、マをね、やらかして家に帰ってきて、まあ、キノコが食えないとかね、まあ、欠点だらけなんですよね。そして、まあ、引きこもりですよね。それで、えー、その引きこもりのね、マリオが、えー、世界を救う、ブルックリンを救うんだっていうことで、まあ、地下に潜って、そこから、えー、お話がスタートするんです。まあ、異世界転生ですよね。 なんですがあれはまあトロンとかと同じで、えー、ゲームの世界にね、えー、入ってしまったっていうね、えー、風に見ていいんじゃないかと要するにまあ我々はそのブルックリンパートから、えー、これはゲームのマリオの世界だと思ってるんですが実はこのブルックリンパートっていうのは、えー、マリオが暮らしている世界であって。 で、えー、まあ我々の世界と同じブルックリンと考えてくださいと、そこにマリオたちもいますということだとね思うんですよね、えー。まあそうするとですね、えー、ここをマリオじゃない人にしてですね、えー、ここをあのいつゆマリオで、えー、出てきたあのー、まあモブキャラというか人間ですよね、人間パートから始めて。 えー、そして、えー、その人間が操るマリオが、えー、冒険するっていうふうに、えー、しなかったところが、このスーパーマリオの、えー、とてもいいところ、えー、だと思うんですね。斬新なところですよね。観客はまさかこのブルックリンっていうのが自分たちと地続きの世界だとは思わないわけなんですね。そのマリオの世界のブルックリンだと思うわけなんですね。だからまあ、えー 二重構造、三重構造になっていて、非常に、えー、おとぎ話の世界に入り込みやすいと。これを、えー、やらかしたのが、えー、山崎隆大先生の、えー、ドラゴンクエスト・ユア・ストーリーズですよね。あれは、えー、いきなり、えーまあ、ネタバレをしますが、まあ、最後、えー、ドラクエをプレイしていた人って、 が目覚めるといだか、ねえー、とこれが、えーまあ、大不評だったわけなんですがマリオも同じことをしてるんですが一回マリオっていう世界をかませることによって、えー、巧みに回避していてしかも、えー、違和感なく物語に没入できるという点ですね。 だからマリオのあのブルックリンの世界でやっていたゲームの世界にマリオがえ土管の中から入っていって廃管工だったマリオがスーパーマリオになるというねえースーパーマリオの世界をえプレイするというふうな えー、構造にしたことによってですね、えー、とても違和感がなかったんですよね、このメタ構造が。えー、逆にですね、違和感がなさすぎたおかげでストーリーがないっていうふうにね、言われちゃったんだなと思いますね。で、まあ、ストーリーがないっていうことはね、ないんですよね。例えば、えー、マリオは、えー、ブルックリンパートで、 えー、その家族との確執特にお父さんですよねお父さんに、えー、認めてもらえない、えー、っていうことなんですねこれが、えー、グランツーリスもプレステの方の予告編でもやっぱりお父さんが出てきてお父さんがいつまでも夢を見てるんじゃないっていうんですよねまあ言い返すんですよね夢を見ろって言ったのはあんただろうっていうね <laughs> <laughs> なかなかいいですよね。なかなか引きこもりゲーマーが言いそうなね、えー、言葉だと思うんですが、マリオも全く同じことを言ってるわけなんですよね。で、まあ、えー、物語の中進んでいくと、今度、えー、ドンキーコングのね、えー、国に行って、そこで、 え、息子とドンキーコングの王の息子と対決することになるんですが、このドンキーコングの息子っていうのは、まあ、体格はいいし、えー、まあヒップホップをしてラップをして、 え、踊りも踊れると、ストリートですね。踊れるという、まあ、マリオが、えー、オタクゲーマーだとしたら、引きこもりのオタクゲーマーだとしたら、このドンキーコングは、まあ、いわゆる突っ張りとかヤンキーですよね、あの時代のね。そして、まあ、えース、スケボーをやったり、ストリートで、で、ヒップホップを踊ったりっていう、まあ、リア充って、まあ、その頃のね、1980何年には、リア充なんて言葉はないですけれども、 いわゆるまあヤンキーですね。オタクの対,、えー、対局にあるものとしてのヤンキーが出てきて、えー、その彼と対決するわけなんですよね。しかし、この、えー、ドンキーコングもですね、えー、そのお父さんからバカ息子と呼ばれていて、まあ、脳みそ筋肉というふうに呼ばれていて、まあ、全くね、 えー、親父に頭が上がらないんですよね。だから親父も昔は、えー、結構ブイブイ言わせていて、なんか大工の棟梁とかですよね。その息子で親父に頭が上がらない息子っていうね。えー、外で行くと、えー、もう一番で調子に乗ってんだけど、家に帰ってくると、えー、親父に頭が上がらないっていうね。で、親父に認めてもらいたいから色々やるんだけど、 っていうね、そういう息子でまあ、えー、対局マリオと対局の位置にあるんですが、えーまあ、お同じ悩みをね、えー、抱えてるわけなんですよね。そしてこの2人が、えー、虹の端から落ちてそして、えー、ナマコですかねナマコに飲み込まれるんですがこれは、えー、ピノキオですよね。 まあ、あのちなみにピーチですね。ピーチも、えー、一人人間の世界に紛れ込んだっていうことなんですが、まあ、これは多分かぐや姫ですよね。そして、えーまあえー、この、えー、キノピオ、えー、マッシュルームキングダムは、えー、何の意味かっていうと、これは明らかに、えー、日本ですよね。このかわいいしか武器がないんですよね。可愛い。 っていうね、えー、もう何回も何回も出てくるんですけど、もう可愛いと言ったら日本ですよね。なんで日本はもうすぐ避難しちゃうわけなんですね。軍隊を持っていないっていうね、ちゃんとね、えー、日本のメタファーに、ねえー、なってるわけなんですね。そして、えー、あのコングの国は、えー、アメリカですよね。アメリカ人は、えー、もうゴリラ好きでね、ゴリラヒーローで、まあ、有名ですよね。なんでアメリカと象徴といえばゴリラ、キングコング。 なんで、まあ、これはもう見るからにね最強の軍隊って自分でも言ってますし、えー、アメリカなんですね。とするとやっぱりクッパーの国はですね、まあえー、共産権ですよね。まあ、ロシアとか、えー、中国とかが、えー、イメージされるんじゃないかと思うんですが、えー、まあそういうふうにちゃんと世界のバランス日本が抱える バランス。それから、まあ、クッパの、えー、その、えー、側近ですかね。あの、魔法使いのカメックですかね。えー、あの、あの、ビジュアルはどう見ても日本人ですよね。丸メガネ、分厚い、えー、牛乳、瓶底メガネをかけて、丸メガネかけて、えー、ちょっと、刃が出ていて、えー、というね、まあ、日本人の象徴ですよね。 で、まあクッパは誰かっ言ったら、多分宮本しげるさんだと思うんですよね。だから宮本しげるさんの、えー、まあ側近の、まあえー、プログラマーさんか、誰かがモデルになってるんじゃないのかなと思うんですが、まあ結構ちゃんとね、えー、してるんですよね。その、えー、構成とかがね。なんですが、えー、まあストーリーがない ってね、こう言われるゆえんはやっぱりこうツイストがないっていうことだと思うんですよね。ツイストがないのとそれから、えー、ルイージの扱いが意味がないっていうことだと思うんですよね。まあ、ここをちゃんとうまくやれば、えー、ストーリーがあったってね言われるんじゃないのかなと。 えー、ただまあセリフが少ないですよね、えー。セリフが少ないんだけど、そのマリオがアクションをトレーニングしたり、えー、それから土管に入ってぶつかって動いたりとか、それから、えー、コングのところで、えー、無駄にドライブをしたりとか、虹の端を渡ったりとかするところで、ちゃんと物語がね、えー、進行してるわけなんですよね。えー、ちゃんとこう、えー、ピーチとね、えー 会話をしたりとかして、えー、進んでいくので、そのセリフが少ないっていうことをストーリーがないっていうふうに、えー、言われるのはやっぱ侵害かなと、ね、思いますね。で、まあ、二、えー、人のダメ息子がですね、えー、同時に、えー、生子ですかね。 えー、生子じゃない、ウツボかなウツボにこう飲まれて、その肌の中で、肌、えー、の中で腹を割って話すっていうね <laughs>、えー、まあ、ギャグだと思いますけれども、えー、まあ、それで、えー、その腹から脱出するんですが、それも、えー、全くね、えー、ピノキオと同じね、えー 構成なんですよねピノキオも、えー、サメあるいはクジラに飲,、えー、飲み込まれて引ーいて出てくるみたいな感じだったと思うんですが、えー、全くそれを踏襲していて 実はこの物語っていうのは、まあ、ピノキオがベースになってるんだなっていうのが、まあこれでわかるわけなんですよね。まあ、最近ピノキオがベースになってる物語多いなってね、思うんですよね。まあ、メの戸締まりも、えー、そうでしたしね。えー、なので、えーまあ、これ、ストーリーがないっていうふうにはちょっと言えないんじゃないのかなとね、思いますね。 でまあ、えー、そのゲーマーだったマリオがですねゲームの世界に行って、えー、そして、えー、トレーニングを積んでいくんですが最終的にそのブルックリン現実の世界にゲームの世界をおび,きだしおびき寄せてしまうということですね。そして、えー、おお父さんお母さんん母が え、それから周りの人たちが見ている中で、えー、クッパと最終対決をすると。それが、まあ、ゲーム対決なわけなんですよね。まあ、ここで、まあ、私とかがもしこの映画をね、作るんだったら、どうしてもツイストを入れたくなると。例えば、えー、ゲームだから、えー、そのコンセント抜いちゃったりしてね、その、スターを取った後に、えー、時間切れになって、えー、クッパが、えー、 また、盛り返してきたと思ってピンチに落ちたら、目の前にコンセントがあって、コンセント抜いて終わらすみたいな、そういうツイストもね、できたと思うんですが、まあ、あえてやってないと思うんですね。それは、この最終決戦、みんなの見てる中でクッパを倒すっていうのは、この引きこもりだったマリオ、ゲーマーがですね、日の目を見て、 そして e、えー、ゲーム e スポーツで、えー、何万人もの監修が、えー、見てる中でゲームを、えー、ゲ,ームなゲーム対決をするっていうのをちゃんと、まあ、メタファーとして、えー、やってるからであってそういうそれを邪魔するような要素ですね。えー、その… コンセント抜いたりとか、そういうことはしないっていうわけなんですね。あくまでもちゃんとゲーム対決をして勝つというところまでちゃんとやっているなと思いますね。まあ、それが、えー、ツイストしていないって言われればそうなんですが、まあ、これは、えー、やりようが悪かったと私は思います。もっとね、やり方が、えー、いっぱいあったんじゃないのかなと思いますね。その点については、この映画全体に言えることなんですが、 えー、やはりもうちょっと、えー、考えればよかったのかなと思いますね。えー、なんで、もうこの映画ちゃんとね、ストーリーがないわけではないんですよね。えー、その、マリオも最後、えー、ブルックリンを救ったっていうか、まあ、いいゲーム、e スポーツで優勝したっていうことですよね。で、勝って、えー、そしてお父さん、お母さん、街の人から、こいつがヒーローだっていう風にね、えー、認めてもらって、 えー、ちゃんと、えー、独立するというかアイデンティティを取り戻すわけなんですよね。そして、えー、あのドン・キーコングも、えー、お父さんによっしゃと、えー、あの踊りを解禁だっていうふうにね、えー、言われるわけなんですよね。えーまあ、だから ストーリーちゃんとしてるんですよね。まあ、ありきたりのストーリーではありますが、ストーリーがないわけではないんで、まあ、そこなんかね、ストーリーないって言われるのは、まあ、かなり心外だな、って私はこの映画をね、えー、見てね、思いましたね。で、まあ、最後、えーうん、ブルックリンで朝8時に起きたと思ったら、開けたら、マッシュルームキングダムだったっていう、 でえー、マッシュルームキングダムから土管を通って多分ブロックリンに稼ぎに行くんですよね。あれは、まあ、e ゲームの、ねえー、e スポーツのプロチームに入って、まあ、合宿生活を共同生活をしていて、えー、そして、えー、8時になったら、えー、ブロックリン現実世界に出てそこで金を稼いで帰ってくるっていう、まあ、そういうことなんじゃないのかなと思いますね。 でまあ、この、えー、ゲームの中で繰り返し言われてることがあって、えー、諦めないっていうことですよね。この諦めたら、えー、そこで試合終了ですよっていうのは多分「スラムダンクなんですけれども、えーまあ、それの元になったのは、まあえー、この「マリオ」のこのテレビゲームですよね。 まあ元かどうかは分からないですが、えー、テレビゲームというのは、えー、その自分がね諦めたらそれで終わりなわけですよね。えー、その諦めないで、えー、劇中のマリオのトレーニングみたいに日が暮れるそしてまた次の日をまたやることによって、まあ、徐々にねステージを、えー 進めていいくととうことがで、まあえー、できるわけなんですよねその諦めないでゲームをしてきてくれた人のおかげで、えー、任天堂はここまでね、えー、成長してそして、えー、その人た先人がいてくれたおかげで後輩たちがですね e、えー、いいゲーム e いいスポーツ で、えー、脚光を浴びるようになって、えー、ちゃんとゲーマーも社会的地位を確立したっていうね、まあ、そういうまあそうするとですねあの映画の途中で出てきたあの不気味な星の子供の声のキャラクターヌ、えー、マリーというね えー、彼女、彼ですかね、えー、がですね、まあ、やたらネガティブ発言をするんですよね。えー、そして、まあ、えーまあ、ぶっちゃけ死についてのお話をするんですが、あれがこの諦めない、そして何回もやり直すにね、えーまあ、かかってくるわけなんですよね。ゲームの世界では、えー、何回でもやり直せるし、諦めない心が、えー、重要なんですけれども、 えー、現実では、えー、人生は、えー、やり直せない一回こっきり、えー、そして、えー、死が待っているんだっていうことをそのゲームの世界の中で、えー、死をね意識させることでああのー、何回も何回もできたっていうことはねなんてねいいことなんだろうそして、まあ、現実の世界ではそのトライアンドエラーがねできなくて一回こっきりの人生しかないんだっていう。 まあそういう再確認をね、まあするために、あのルマリーっていうキャラクターがね、えー、いるんじゃないのかと思いますね。そして、えー、最後ですね、えー、ゲームの電源を切って真っ暗になるって、そこで、えー、ルマリーが出てきて、じゃあ音楽でも聴いてくださいよっていうね、えー、サックスでも聴いてねっつって、まあエンディングになるんですが、まあルマリーがこのスーパーマリオブラザーズの中の生死をつかさ、 サドルね、えー、ゲームマスターだったっていうね、えー、ことだと思うんですね。だからあの不思議なキャラクターがいることによって、この映画はですね、えー、始、えー、め、始まりから終わりまで全てゲームの世界の話だったんですよっていう、まあ、そういうオチをつけるために、まあ、ルマリーさんがいらっしゃったということだと思うんですね。まあ、というわけでね、スーパーマリオ、えー、え、 スーパーーーーパマリオブラザーズムービーですかねなんか穴ぬね疑いをかけられててほんとかわいそうだなと思うんですがストーリーはちゃんとありますよと、えー、だけどまあ映画のその出来はねよ、えー、くないこれ多分普通の人は逆だと思うんですよねストーリーがないけど映画の出来がいいっていうことなんですがまあ映画として見たらやっぱり出来はよくないかなと思うんですよね だけどそれをまあ補うね、えー、あり余る、えー、この任天堂さんとね、えー、この宮本茂さんの、えー、パワーですよねそのゲームを作るということとゲームを、えー、プレイしてくれた私たちを信じてくれて、えー、そして、えー、それが、えー、ようやくですねこのゲームゲーマーが、えー 社会的地位をね、えー、獲得した、その感謝の印として、まあこの映画をね、えー、プレゼントしてくれたんじゃないのかなと、そういうふうに、えー、思います。はい、えー、付け足しです。まあルマリーですね、えー、青白く光ってるんですが、まあこれはですね、えー、ピノキオに出てくるね、あの青いね、えー、妖精さんだと、そういうふうにね、えー、考えて問題ないんじゃないのかなと思います。 はい、えー、つけたしです。えまあ、この映画の中で、え嘘がね、結構重要視されていて、まあ、一番大事なところですよね。あのクッパにね、え迫られて、え結婚するわってね、え嘘ついちゃうんですよね。えまあ、あの、キノピオとですね、冒険、え始まるところぐらいで、え確かマリオをね、え宮殿に、 お塩、えー、に連れて行く際に、えー、嘘も方便ですよってね、キノピオが言って、まあ、えー、重要なところで嘘の話が出てくるんですが、まあ、これは、えっ、ー、と、さっきの、あのー、ウツボですよね。ウツボに飲み込まれた、あの、ピノキオの、えー、カウンターなのかなと思いますね。ピノキオは、えー、嘘をつくと、えー、鼻が伸びていくっていうことなんですよね。まあ、ビーグッドになれ。 といいうこななんです、まあ、なですすがグッドじゃねゲームをする姿そして、まあ、マリオですよねそれは、えー、ピノキオの「その良い子になりなさいよ」ってずっと言われ続けていたゲームをしていた少年がですね、えー、そうじゃないんじゃないのかと、えー、嘘に嘘をつくと鼻が伸びるよって脅されてきた、えーまあ、ゲーマーたちですよね。 それが、えー、嘘も方便ということで嘘ついても別に時にはいいんだよとそもそもその生死がね、えー、関わってる時に嘘ついちゃいけないなんてね、えー、誰が決めたんだ っていうね、それを押し付けるななななっていいいう、ねえー、こととんじゃないのかなと思います、ねまあ要するにまあ引きこもりとかですねまあ子供を取り巻く環境っていうのはまあかなりね、えー、この頃からやばかったんですがまあよくあんな不登校とかそれからいじめですよねまあそこから逃げるに際しては、えー、嘘をついても構わないんじゃないかなとプライオリティ的にはまず生きることがね え大事なんじゃないかと。このゲームっていう世界が、えー、ま簡単に、えー、死んでしまう。そしてルァリーも言ってたように死をね、えー、軽んじてしまってるというその カウンター裏返しとしてのこの嘘も方便っていうのが、えー、使われていて、そして、えー、映画っていうのはこの嘘の塊なわけですね。まあ嘘の世界なわけなんですよね。そして、えー、ゲームの世界も、えー、映画と同じく、えー、嘘、フェイクのね、えー、世界ということだと思いますね。というわけでこの映画結構、えー、重要 なね、えー、ことととが見落とされててるなと思ってこの嘘、フェイク、えー、がですね、えー、時にはそれをね、えー、使う時があって、その世界がまあえー、悪い世界ではないっていうね、そのフェイクニュースとか悪い方に嘘っていうのは使われるけれども、その嘘が えー、命を救ったり世界を救ったり、えー、楽しさを、えー、与えてくれると。と、まあ、だからディズニーとかも全部嘘ですよね。<laughs> まあ彼,はそれ彼らはそれを嘘をですね、えー、夢と魔法というふうに置き換えていてでその夢と魔法は、まあ、努力によってできてるんですよということをディズニーは、えー、隠さないんですよね。まあ、あのー えー、ミッキーの中に、えー、人がいるっていうことは死んでもね、認めないと思いますけれども、えー、嘘をつくっていうことはね、えー、100%悪いことではないんだよっていうね、えー、こと、そしてその嘘が、えー、夢に変わるんだよっていうことを、まあ、えー、この嘘も方便、そしてまあ、ピーチがね、まあ、肝心なところで嘘をつくっていうね、えー、ところでまとめたんじゃないのかなと思います。 まあ、えー、嘘のね、えー、ゴンケという、えー、嘘のね、えー、集大成というのが、まあ、えー、ディズニーなわけなんですが、まあもちろんディズニーも映画から、えー、出発して、まあ夢の国、嘘の国を作ってるんですが、その出発点は、 やっぱり、えー、ピノキオなんですよね。で、そして、ピノキオの、えー、一つのテーマは、まあ、嘘をつくなっていうことなんですね。まあ、そういうカウンターなのかなと思います。